悟りを終わらせるほどなりければ忍びて見たまいてほのめかしたまえる景色を心の鬼にしるく見たまいてさればよとおぼすも意図意味じなお意図限りなき身のうさなりけりかようなる聞こえありて陰にもいかでもうさんいかにおぼさんこう全貌の同じき恩はからいという中にも意味じゅう思い交わし聞こえさせたまいてこの最偶の恩ことをも年頃に聞こえつけさせたまいしかばその恩代わりにもやがて見立て祭り扱わんなど常にのたまわせてやがて打ち積みしたまえとたびたび聞こえさせたまいしようだに意図あるまじきことと思い離れんにしよう各心よりほかに若々しき物思いをしてついに浮き直さえ流し果てつべきこととおぼし乱るるになお霊の様にも負わせず猿は大方の世につけて心にくくよしある聞こえありて昔より長かく物したまえば野々宮の御移ろいのほどにもお菓子を今めきたること多しなど多くしなしなし、しなして天上人どもの好ましきなどは朝夕の梅雨明けありくをその頃の役に難するなど聞きたまいても大小の君は断りどかし家はあくまで突きたもえるものをもし世の中に飽き果てて下りたまいなば想像しくもあるべきかなとさすがにおぼされけり、でその悟りを忘るほどなりければちょっとまた時が過ぎるわけですね。そして、六条の目安どころがその里の家自分の屋敷にいらっしゃる頃であったからして、でこっそりとお会いになってそして、ほのめかしたまえる景色を心の鬼にしるく見たまいて忍びて見たまいてそのこっそりとご覧になって、源氏の君が手紙でほのめかしなされたそのご様子を自分の心の鬼に白く見たまいて、この心の鬼なんてのは非常に激しい言葉ですね。その見やすどころが自分の胸の底のそういうその嫉妬の炎の部分を心の鬼というふうに、言っているという書き方ですね。その自分の心の深いところの鬼のような思いとはっきりとこう思い当たられて源氏の君の指摘でそれをふっとこう思い当たられてさればよとおぼすもやっぱりとお思いになるのも実に情けないことにひどく情けないことだとお思いになるなお意図限りなき身のうさなりけりそれはもう限りもない拙い我が身の儚さであったのだ我が身の拙さであったのだで このようなその噂が世の中に広まって評判になって院のお耳にも届いたならばどのようにお思いになるだろう朱雀院のお耳にですねつまり亡き目安どころの夫であった人と桐壺の帝とは兄弟であるわけですからその桐壺の院のお耳に
そんな噂が届いたらどんなに大思いになるだろう。こう全坊の同じき大原からという中にも、亡くなった宮津所の主人、自分の主人である方のご兄弟でいらっしゃるという、そういう間柄である、その中にもこのお二人は意味重思い交わし聞こえさせたまいて、他にもご兄弟があったわけでしょうけれども、その中でこのお二人は切り壺の院と、そしてこの全坊、子全坊と言われる宮津所のご主人とは、意味重思い交わし聞こえさせたまいて、大層仲がよくいらっしゃって、心を細やかにお交わしになった間柄で、でこの細分の御子とも、間に生まれたこの娘姫君である、今細分に任ぜられているこの方のことをも、大層前々から年頃に仰せつけなさってくださっていて、その恩代わりにもやがて見立て祭り扱わん、その恩代わりっていうのは、亡き人の代わりになって、やがて私があなたの後ろ身をして差し上げましょう、あなたのことをこまごまとお見申してあげましょう、などというふうに言ってくださって、やがて打ち積みしたまえ、そのうちに宮廷にお住みなさい、お住みになりなさい、いうふうにたびたび仰せくださっていましたことだに、意図あるまりことと思いはられにしよう、そのありがたいお言葉をすらとてもありえないことだとお断り申しておりましたの、こんなふうに心よりほかに心外なことに、切り壺の院がそんなふうにこまごまと配慮をなすってくださったのをお断りし続けて、で心外なことに若々しき物思いをして、若い光源氏などと恋愛沙汰を起こして、それを若々しき物思いをしてとこう言ってるわけですね。若々しい恋愛沙汰などをして、ついに浮き直さえ流し果てつべきことをおぼし乱るるに、ついに世に浮き名をまでも流すことになってしまうことを考えて、心が大思い乱れになるにつけて、なお霊の様にも負わせず、そんなことを思って思い詰めていらっしゃると、なお平常の様子でもなくおなりになっていく、やっぱりこういうところが非常に激しいんですね。でまあ、ヒステリー症状だというふうになんか決めつけてる人もありますけれども、非常にやっぱり感情が高ぶってくるわけですね。そして猿は大方の世につけて、で、そういう点は普通のこの世の世を渡っていらっしゃることにつけて、心にくくよしある聞こえありて、たしなみ深く趣味が豊かだという評判があって、昔よりその面では名高くいらっしゃるからして、この細分に姫宮がなられて、野々宮へ
お移りになった時にもいろいろ趣深く今風な失礼をいろいろとなさって、でそのために天上人どもの好ましきなどは、天上人で年若い風流好みの者なんかは、朝夕の梅雨明け歩くをその頃の役に難するなど聞きたまいても、なんか生々しい雰囲気を感じて、朝晩の梅雨を明け歩くって忍び歩きを若い者たちが、若い天上人の好ましき、つまり風流好みの者なんかが、周りをうろうろうろついていることをもっぱらにしているなどということをお聞きになっても、大将の君は、光源氏の君は断りぞかし、もっともなことだよ、家はあくまでつきたまえるものを、家よし、そういうその由緒のある趣味の優れた点はもともと十分に身についていらっしゃるものを、ひょっとしてこの世の中に飽き果てて光源氏との具体的な恋愛関係を言っているわけでしょうね。自分とのこの間柄にもう飽き飽きしてしまって、西宮とともに伊勢奥谷になることになったならば、想像しくもあるべきかな、寂しいことであるはずだなと、さすがにおぼされけり、さすがに御息所への思いを改めて深くお感じになっていらっしゃる。多少このあたりがくどくどとこう言い回しをしているわけですけれども、やっぱり六条の御息所の背景の大きさ、なき全貌のと、桐壺の帝、今は桐壺の院になっていられるわけですけど、桐壺の院との深いこう間柄、そこへ源氏がふーっとこう入っていって、見やすところの人生を、まあ、ある意味ではめちゃめちゃに狂わせてしまうというふうなところが、分かるわけですね。でそういうことと、見やすところのあの葵の上の深いこう執念というものとが、あるこう響き合い、ある理解を読者に与えてくれるところであるわけです。ここまでで今回のあれは終わることにいたしましょう。あとは来年のことになります。